続いてはゲストコーナーです。本日は来月6日に開催される講談オペラフィガロの結婚について特集します。お話を伺うのは公演プロデューサーでご自身も出演予定の青木さんです。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、講談オペラというちょフレーズも気になるんですけれども、はい、まずは青木さんご自身についてお話を伺います。あ、そうですか。はい、簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、私は東京の谷中というところに生まれまして、はい、その後、普通に、過ごしましてというか小中高、そして大学には東京芸術大学というところにうまく入れまして、それ以来、歌の道をずっとなんと半世紀以上になってしまいました。でその間、イタリアやスペインとかに留学したりいたしまして、舞台もオペラやコンサートにかなり出演させていただいてまいりました。はい、海外での経験もご豊富。いやいや海外はそんなにすぐに割と戻ってきてしまいましたもんですから。はい、はいはい、なるほど。で現在拠点は練馬区を拠点にしてらっしゃるんですか。はい、そうですね、私、30年前に、はい、引っ越してきまして谷中から、はいはい、それ以来ですね。はいはい、で今本当に中心、活動が始まったのが良いスタジオがちょうど見つかりまして、ね、はい、桜台駅前なんですけれども、はいはいはい、そこがとても広いコンサートもできる、ミニコンサートができるようなところでしたので、そこで活動しております。コンサート、はい、スタジオというか、はい、そうですね、20畳ぐらいなんですけれども、はい、そこで、指導をしたり、ミニコンサートをしたり、いろいろやっております。はいはい、スタジオの名前はどういった。ラ・ムジカっていうんですよね。ラ・ムジカ、ザ・ミュージックっていう意味なんです。あ、そうなんですね。はい、ご自身もこう活動されながら指導の方もされているということなんですね。はい、そんな青木さんが公演プロデューサーを務められる講談オペラということですけど、はい、これは講談オペラってどちらのどういう公演なんでしょうか。はい、多分皆さんはね、疑問に思われるかと思うんですけれども、はいはい、実はこれ、20年前ぐらいに宮崎県の都の城というところで、はい、発案されまして、はい、でもその市のオペラ団体が、何かみんなで楽しめるね、オペラってなんだろうっていうことで、たまたま講談師の、後でまたお話しすると思いますけど、神田紅苗さんという方、はい、とその方がお知り合いだったもので、はい、あ、じゃあ講談オペラっていうのをやってみようって、はい、いうことなんですね。はい、敷居が高い、難しいっていう感じでしょ、オペラ、はい、それをどうやったらこうね、普通の方でも楽しめるやり方はないものかということで生まれました。はい、ヨーロッパ由来のオペラと日本由来の講談を組み合わせて、どういう、こう相性はどうなんですか。ね、水と油って感じですよね。はい、でもその異文化がね、はい、マッチングするっていうんですか、そこに何か化学変化が起きて、はいはいはい、面白いことが生まれるのではないかということでやってみたらとてもうまくいきまして、はい、それで私も20年間ずっと東京でできないかできないかと思いながら、はい、20年経ってしまいましたんですけれども、はい、やっと、コロナで2、3回2回か中止になったんですけれども、はい、やっと10月6日に、実現いたしました。はい、そして今回の演目や出演者について教えてください。はい、そうですね、まず演目なんです。団体オペラの一つなんですね。はい、でも世界中でのオペラ劇場で、公演されていまして、本当に人気のあるオペラです。それと何でしたっけ。はい、出演者の方。出演者、はい、講談者の方。そうですね、はい、まず講談の神田紅さん、はい、今やもう女流実力、人気ナンバーワンの方でしてね、おとといも芸歴45周年記念の独演会をされました。私も見に行って
聞きに行ったんですけど、もう素晴らしい芸で、はい、ございました。そして歌手の方たちですかね、はい、歌手の方たちは前に控えとか別の団体でとっても活躍されている方で、うん、新国立劇場のオペラにもよく出ていらっしゃる方も出られます、はい、素晴らしい方たちがお集まりくださいました、はい、そして青木さんの役どころは何でしょうか。はい、私はですね、はい、原作ではね、伯爵夫人っていうんですけどね、うん、今回はその時代をファズィーにしようということで、はい、領主夫人、ね、ある小さな国の、うん、領主さん、はい、奥方というか奥様なんですね、はい、そういう役でございます。はい、じゃあここからちょっとワンフレーズ歌っていただくことは可能でしょうか。そうですね、はい、私が歌う歌はそのやっぱり大人のなんかちょっと憂いを帯びた、はい、悲しい歌なので、はい、今日はでは若い男の子、女の人がやるんですけど、男の子が歌う歌を歌いますね、はいはい、恋とはどんなものかしらって言うんですね、はい、フォイケサペテケコザイアモールドンネベデテシオロネルコール、こんな感じです。あ、すごいです。この一節はもう聞いたことがあるんですけれども、本当ですか、はい、なんか、うん、やっぱり間近に聞くと素敵な響きで、もう発声もしないで、いやいや素晴らしいです。お聞き苦しい、ありがとうございます。はい、先ほどもおっしゃってましたけど、講談やこうオペラっていうとそれぞれハードルが高いという感じる方も多いかと思いますけれども、うんうんうん、初心者の楽しみ方っていうのはどうなんでしょうか。ですね、はい、難しいと思わないで、はい、まず先入観をやめて、はい、楽しんでいただきたいんです。リラックスして、気楽にジーパンで来ても大丈夫です。あ、いいんですか。私ヨーロッパの劇場で感じたことは、はい、すごいドレス着た貴婦人セレブの人たちもいるかのと、上の方の5階席にはジーパン履いて作業着のまま、その仕事のまま来れるような席があるんです。そうなんですね。新しいことだってお値段も全然違う、はい、1000円以内で聞けたり、セレブの席は1万円2万円、はい、と思ったんだけど、そうじゃないわよね。やっぱりその人のニーズに合った見方がいろんなことがあるっていうのは、とても素晴らしい文化だと思いました。まあそんな感じでね、こちらでも日本でもこの ない人たちも楽しめる、親しみやすい、ね、そうです、ものがね、で、あ、楽しかったって言ってね帰っていただければいいなと思ってます、はい、ということですけど、稽古の進捗の方はどうですか。はい、もう佳境に入ってまいりまして、はい、あとはもう細かいところの微調整が、ちょっと日々、大変でございますけれども、素晴らしい舞台のためにみんな本当に一丸となって頑張っております。それ本当に面白いですので、神田紅さんの講談も本当にうまくオペラを楽しませてくれます。ぜひお越しくださいませ。これを皆様へのメッセージということで。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございます。これは東京初ですから。あ、そうなんですね。もしかしたら最後かもしれませんので、どうぞ、はい、お待ち申し上げております。練馬文化センターでもチケットセンターでチケットを求められることができます。よろしくお願いします。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。はい、講談オペラフィガロの結婚は6月6日練馬文化センターで開催されます。以上ゲストコーナーでした。ありがとうございました。